レディオアクア。はい、エレジスさんのレディオアクア。聖書の御言葉を、はい、ね、大丈夫ですか、はい、はい、じゃあ読みましょうか、はい、セムにも子が生まれた、セムはエベルのすべての子孫の先祖であってヤペテの兄であった。この前ハムの話だったんですけど、そうですよ、セムのカムあ、ハムハムハム、そうそう、セムの方にも子孫がいっぱい出てくるってことの話なんですね。はい、創世記の第10章21節になります。はい、ありがとうございます。ね、それでポルトガル語では Sem, o irmão mais velho de Jafé foi o pai de todos os Eteus. Gênesis capítulo 10, versículo 21. それで英語では Sons were also born to Shem, whose older brother was Japheth. Sem was the ancestor of all the sons of Eber. Genesis chapter 10, verses 21.わあ、そうよね。ハムだけでいっぱい出てきてたんですけど。いっぱいけど、さらにもっともっとまだまだモーセスにあなたの子孫は砂の数みたいになりますよって言われたから、もう砂って言ったらいっぱいよね。浜の政子は月のとも。ね。それも楽しみにしましょうね、はいはい、それで小さいポルトガル講座は、はい、今日はしてないけど、この間すっごい花火の時にみんなが忘れてしまった人間がね、死んだ聞いたけど、花火見に行ってそこで雷が落ちてそれで死んだ人がいるからすごい危ないっていうのね。トロボン、雷って言ったらもう恐ろしいですね。栃木県で光がね、光った時に光より電撃ですよ、電撃、栃木では雷様ですね、雷様。ブラジルの方はあるんですか。家に経験があるのよ。実際この線ね、壁の線からテレビがあって、うん、その線がベッドの布団みたいの、夏だったから布団みたいの上に軽い布団ね、線があったのよ。それで雷が落ちてその線にバーって電気が入ってきて、その布団に蛇みたいに火傷じゃなくて、布団にそのセンサーがあったところが焼けちゃったんですよ。焼けちゃったのよ。へえ、危ないのよ。それでビデオねがあって、そのビデオにも入ってパッてね、棚から落ちたのよ。それ結構ひどい被害ですね。すっごい被害のよ。近くの、そこ直撃じゃないんですよ。近くに落ちただけなのに地面伝わって地面に来るんですよ。うちの田舎の近所でもやっぱりテレビだとか家電製品みんなやられちゃって、で保険に入ってたんで、家財保険入ってたんで、それで全部新しいのになったって言ってましたけど、怖いですね。テレビなんかもうピカッと光ったとかってするんですよ。人がどういうところから電気、要は電気つながっちゃうじゃないですか。そう僕が行ってる天文台では雷やっぱり多いところなので、使わないとき開けて出てくるときには、閉めて出てくるときには全部コンセント抜いて、あれ繋がってるとそこを伝わってやられるとか、それとコンセントのところにサージキラーって言って、その衝撃を和らげる
電気 の, あの製品とかあるんですけど、あれでもその焼けただれちゃうようなやつとかどうなのかな、それでも効くのかなってちょっと心配なんですけど、よく昔は平井芯とかがあってさ、そこに雷をこうまとまってね行くって、うん、だから平井芯があったとしてもそれって結局地面に入るじゃないですか、うん、そこの近くにその電気の同じようなグラアースを取ってるところがそこに近くにあったり、下手するとそこから拾って入ってます。あ、そこから来るんだ。それで今本当電気製品多いですから、昔に比べると。それで昔あのもうお風呂場の友達のお姉ちゃんがお風呂場で金属の屋根だったのよ、そこで雷が入ってそのお風呂にいた、危ないですね、水だからね、うん、電気流すのなくなったのよ、ちっちゃくなってやけどして、あの雷が近くで鳴ってる時はお風呂はダメですね、危ない。あのカッサとかね、あの金属のカッサとか、ゴルフのクラブとかかかないですよ。それも危ない。どう思ってるというってことね。あれそれは関係ない。関係ないの？いかよね、あのこのあの首飾り金属だったので、それもやい人も知ってる。ここでナスショウガので、それはブラジルで。あ、ブラジルで。ですね。街の中でこんなに義理の母が見てたら、あの街の中よ、あの 木に木も怖いですよね、上で落ちるんですね、その木がパカって二つにね開けたのよ。それで一回あの誕生日パーティーにいて、その森の中だったのよね。それで家が低くてまだ良かったけど、その周りの木に一つの雷が来て落ちて、あの木の皮にこのぐるぐる湯みたいにね、あらって危ないの？そうですよ。それを見てながら納得ないけど。ああよ、あの時もすごかった。色々見て。見てるよ。川にこう入ってくるんですか？エビのようにその皮がはげてしまったのよ。だからすごい力ですね。ああ危ない、危なすぎ。あとその金属なくても、あの前にこれもニュースで聞いた記憶でしかないんですけど、あのやっぱり木と同じようにこう立ってると危ないんですよね、うん、あの下手って寝ちゃったら横になっちゃった方がいいんですよ。でその前にニュースで見たのはサーフィン、海の上って何もないじゃないですか、うん、あれで板の上にこう立ってた人のところ落ちたり、それ危険ですね。何があったのこの金属、金属なくても立ってるところは危ないです。で金属があったりしても人間とかやっぱり引き寄せるらしくて、他にこう金属が立ってる近くにいるだけでやられます。金属からこう伝ってきて、あの頭から足に抜けると死にます。こうやって抜けた風にはまだいい、あの家の観点するときなんかでこれはいいんですけど、ここからこう抜けると死にます。あの一回聞いたのが、その雷にやられたら すぐその人をあの穴を掘って、そこの穴にそのお首だけ出して埋めるの。だったらあの地面のあのネガティブ あるでしょ、ポジタマイナスと、でその電気を取らせるためにそのあの埋める、早めに埋めるってね、首を出してね、昔ね、フグ食った当たった人はそうやってとか言ってたけど、あれは嘘だけど、それはあるかもしれないですね。まず電気を体から抜かせるっていうのはいいかもしれないですね。本当下手にね触ると、今度は触った人も感電したりするので、うん、あの怖いんですよ電気って。じゃあさ、まあ、その人のところに入ってたらさ、その人の中で電気が回ってるの？回ってるっていうか、まあ自然と地面の方に抜けてるようにはなってるんですけど、あの本当怖いのは頭から入って足の方に地面に抜けてるとやられますので、もう本当寝転がっちゃうのが一番いいです。それで車にこんなに電気の繊維にかかったらもう危ないから、そのドアから降りるときは自分の一つの足じゃなくて二つ足でピタッて外に出す。それにそこから車からあの、出ると言ったら、その足をあの少しずつ
を一本を上にしたらその電気が自分の体に来るからダメなの。だから足を地面に離さないのようにスラスラして、それにあの5メートルまであの離れなければならないの。あ、でも車に乗ってるんだったら実は車の中って安全なんですよ。そう、それもあるけど、その車が例えばあの火事が始まったらとか危ないようになったら、そこからあの離れるのだったら二つの足をペタッとして、ね、離れて、うん、そこから飛ぶのね。飛ぶ二つ足で、あ、こうピョンピョンという感じですか、ね、それと、あとは離さ、地面から離さないようにスラスラするのよ。じゃなかったらその、ね、一つの足を上げたらその上がる電気がね、そう、電気が。だからインターネットでも見たらなんとかいいことは覚えたなとか思ったのよ。まあ、車乗ってたら車は中安全なんで、うんうん、あの雷から離れたところに移動してそこから逃げた方がいいですね。まあ、本当そんな時はね、あの外で一番、まあ、外にいて外で遊んでいてって言った時はまずどっか大きな建物の中に逃げていくとか、あと本当にペタッと張りつくしかないですね。あれ近くだったらすごい音なんですか？だから遠くで鳴ってるともう OK けどさ、近くだとすごい大きいわけでしょ。大きい、近いと言えば光ったのと音がする時間ですっていう。あの一回うちにあのあったのよ、あのあここにと飛び来てねとかあるのね、あの金属のあるでしょ、高い高いものだと。それで、もううちのの近くだからそこにね、いえ、降りてもいいってするけど、もう家の中がこんなにボーってするの。そんなにするんですか？あのこっちの、地震の軽い地震みたいにボーって家が立つのよ。地震機にするのよ。あれ何であの日ひらし作ったの？ひらしはだから今危ないんだね。そんなね、危ないけど、それがそうでも直撃されて、直撃されてるから、そこに集まるように、はい、うん、あとはもうそれで、あの隣の、あのもっと高いのがあったから、うちの取って、その隣の方に、降りるように、衝撃があるんですよ、ね、東も最初に話したように近くの東に落ちたものが下手すると電気の線で拾うことがあるので、最初にあのコンセント抜いちゃう方がいいですね。大変よ、トロボン。あ、これがトロボン。トロボン大変よ、気をつけてね。はい、まあ、この辺はメッカですからね。はいはいはい、はい、じゃあ、トライアル商品。トライアル商品。今日はね、あの、あ、雨が あってすぎて、洗剤洗うためにもう匂いとか、ね、ならないように、その赤くはその129円安いでしょ。ジェンジャーレアタック ESSプロデューターイプラナバホーパタイスタブ129円スヌクリア。それでこのビーズ、ね、このビーズがそれはあの後からね、あのなんていうの、あの顔、あの服に花雫の香りがつくんですかね。それがあのそのビーズをね、洗った後に柔らかくする、それで香りすることで柔軟も入ってますね、はい、249円、ちょっと高いですね。 SH&H アマスケンチ249円のクリア。白さ、香りが見える。これボールド、このボールドが189円。Esse aí também é um amaciante, tá gente? Está por 189 ienes no trial. Agora, これすごい、私はこれ大好きなの。あのね、バラの匂いするから私大好き。199円。Gente, esse aí é o happiness. 199 ienes no trial. これはあれですか？柔軟剤ね。それでこれも柔軟剤。それでもこのアロマジュエル、レノアが699円。結構
これはするの。それはするのよ。あの洗うときにその一緒に水に入れて。もう強いですね。すごいのよ。カリウム。いっぱい。お金はすごい高いけど、どこになるのね、洗う時の洗剤と一緒に、その服に、香りが残るので、699円。これは溶けるんですか？溶けます。はい。初めて私見ました。うん、いろんなのあるんですね。はい、あるよ。でもそれ使ったらあの生臭いの、匂いがつかない。それも私の匂いがこれ大好きなので、それも流行るのはすごいとこのよ。200ちょっとになってるが、今回はそのハッピネスが、199円じゃないから。199円。それが何ですか？ハッピネス。ハッピネス。はい、アンティークルーズの香りですね。フローラル、はい、ありがとうございます。びっくり、ね、ますよ。これはびっくり。アロマジュエル、洗濯タイプですね。何回入れるんですか？一回にどのくらい入れるんですか？あ、一つのこの、あ、ね、それでね、それでも、うん、そんなに使わないので、結構使えるんですね、はい、結構使いますか。はい、ありがとうございます。では、ありがとうございます。一組でつけます。ありがとうございます。レディー